飯田くん、ほうきくんと飯田くんへ。先だっての超初心者用漢詩講座は、紙に墨と筆で書いている。余分な説明は一切書いていない。だから、自分で勉強するにあたっては、先生の口頭説明を頼りに自分で勉強したり調べたりしてください。ほうきくんならある程度できる。飯田くんはさっぱりわからないと思う。大学は出ていなくても勉強するほうきくんにはわかる。大学を出ていても勉強しない飯田くんにはほとんどわからないと思うが、どちらもノートにまとめてどういう勉強をしてきたか先生に見せてほしい。とにかく学歴は関係ない。今まで勉強していたかいなかったかも、まあしていた方がいいけれど関係ない。今どれだけやっているか、これによってある程度できるできないが分かれる。ほうき君は最近いろんなことにやる気を出し始めた。いっぺんには分かるようにはならんけれども、貯金と同じで少しずつ貯まるように、ほうき君には知識が貯まり分かるようになる。飯田君は努力をしないと少しずつも貯まらん。いつまでたってもゼロである。本来ならば飯田くんがほうき君に教えるぐらいでなかったらいかんのに、ほうき君に教えられるようではダメや。ほうき君は最近少し己が分かるようになった。自分が分かるようになった。昔は自分が偉い、賢い、力いっぱいやってるから何でもできると思ったらしいけれど、それがそうでないことは分かった。それだけで進歩した。それだけで大きな洞を吹かなくなった。これ非常にほうき君としては進歩している。自分がわからない、できない、決して優れていないということが分かってきた。だから努力するようになった。いいことだ。これから伸びる。武道も同じ。人間は己を知っていることが大切。己を知るが大切。己を知ったら自分を賢いとか優秀だとか何でもやれるとか、そんなことは考えない。これも吹かなくなる。ほうき君はここ2年ほどでだいぶ進歩した。先生の言うように黙々と努力をしているような
様子であるから、これも進歩している。黙々と努力をしなさい。必ず、いつか、たまにたまって大きなものになる。飯田君はたまりようがない。努力、自分を知っていない。そして努力しない。努力しないものは一個も伸びない。先生でも、努力がまだ足りないと思っている。まだ勉強は先生足りないと思っている。だから先生は必死になって勉強する、練習する、工夫する、考える。するといろんなことが分かってくる、できるようになる。それが楽しいからまた工夫する、努力する、勉強する。するとまた伸びる、新しいことができる、分かる。またそれが楽しいからの繰り返しをしている。幸福もしんどいけれど、頑張ることが楽しい。頑張ることによっていろいろできるようになること、分かるようになることが楽しいというようになってほしい。楽しくなればまた伸びる。大きくも楽しく努力してくれ。必ず伸びる。